九州大学素粒子論研究室に所属している、久保光希と言います。僕は素粒子論研究室なんで理論の人間なんですが、素粒子論とか理論というのは、実験とともに、発展していくものだと思うんで、素粒子の、最先端の実験施設である ILC が、有志されれば、とても素晴らしいことだと考えています。